川瀬さん扮する川島、川島、川島の言ってることもどこまで本当か分かんないよね。だからだからそこら辺をなんだろう、夢を意識してそうしてんのか、でも人間ってそういうもんなのだっていう風にしてそうしてんのか、どっちかなと思って。この映画を作る動機の一つとして、それこそ一番象徴的なのが東京電力のシーンがあったと思いますけど、現実の方がすげえ不条理じゃないかっていう感覚ですね。不条理映画を撮るんじゃなくて、現実としてしっかり撮ったら、もうすぐ不条理映画になってるじゃん今は、っていうと、それを映画にしたいと思ったんです。それ一番分かりやすく表れてるのが、潰れてるよそんなもんって普通に考えたらっていうが一番簡単、分かりやすいところだと思うんですけど、それをまあ全身に入れる感じですよね。なんかそれこそちゃんと見たらちゃんとしてんだけど、よくよく考えたらこれおかしいよねっていうことが、だからそういうのを映画としても表現してみたいって、そういうのってあんまり今 やってる人僕の知る限りではあんまりいないかったんで、これやったら結構ユニークで、みんななんか面白いと思っていただけるかなと思ってやったことです ね、うん、そうね。だからもう確かにもうね、本当にユニークだと思う。だからもうかなりそのハイブローなユニークなんだよね。それ気づいてもらえない、気づいてもらえないっていうか、だからもうこれはすごいその意味では楽しめたけど、まあ怒る人もいるんだろうなって、下手くそって言う人もいますよね。だからで、あとまあその近子がね、辞めるってなったじゃないですか。あれなんで辞めようって思ってたの？それはだから僕、川島が経営してる老人ホームで、一応自分はこう幸せに生きてるけど、幸せっていうかまあ普通に淡々と生きてるけど、まあまあ春樹が書くと、もう一回再会することによって実はこう記憶とか徐々に戻ってきて、それこの映画って忘れてはいけないこと、忘れちゃいけないことがあると。でも忘れ、もう一個対立軸として川島が忘れないと人は生きていけないだろうって嫌なことがあって、で忘れちゃいけないだろっていう春樹ともう一回再会することによって、川島の方からこっち側にしようとしてるってことですね、近子さんが。で、あと、まあ、その春樹の彼のその白状な性質っていうか、それは何が原因なの？まあ、冒頭から、ね、はい、彼は愛することがない、すごく情が薄い人間なんだみたいなことを言って、はい、で結局、まあ、自分からそのアクションを起こせずにもうそのまま、はい、で彼のそのある意味閉ざされたような感覚というか、だからそれがもう何、持って生まれたものなのか、何かその原因があるのか、要するにやっぱりそこまで彼女が言ったように、はい、死んだかもしれない人間に対して連絡すらしなかったっていう、まあ、ある種リアルなのかもしれないけど、はい、映画で見た時に何でだろうって思う人たちがいると思うんだよね。でもまあ、なんですか、僕震災に会った時に、震災で会った時にこう、自分実家が長崎なんですけど、震災の時に地元の人間と喋ると、自分の親とかですね、喋るとね、震災のことはあんまり大したことないと思ってるんですよ、で、東北はそういうことになってるわけじゃないですか。で、僕ら東京にいた人間っていうのは、その中度中間点で直接的な被害はないけど、すごい揺れを感じ、帰宅難民みたいなことにまあいって、その東日本と西日本をちょうどこう仲介するような立場にいたと思うんですよね。で、そういうだから当事者性の問題ですね、だから、当事者じゃないけどでも当事者なんだよってい こう東京の人のもどかしい感じっていうあり方っていうのを、主人公に据えるとした時に、まあ春樹みたいな性格から、その愛のない性格からスタートした方が、劇としてうまく展開するかなと思ったのが理由だと思うんですけど、だからまあ結局なんだろう、そのしじみさんが、はい、まあその2人がね、いろんなことがあって結婚したんだろうと、結婚してんだよねあれね。いや、結婚しましょうって時に、あ、じゃあしてないんだまだ、婚約ぐらい、婚約ぐらいの時なんだ、はい、だからどこに、でもそういうとこに惹かれたんではないのかなっていう、あ、そうか、なんか
ちょっと冷たい感じ。冷たい感じっていうか。そのことに対して恨みがましくね、あの言い切って出ていくわけじゃないですか。はい、だからその なんでだろうなっていうか。自分の中ではそこまでなんか春樹のこと恨みがましく千佳子さん思ってないってのは、うん、そうなってるよね。こう私が好きな人はこういう人だし、まあ、こういう 話の流れになるって、自分が人の中に入らなくちゃいけないって言ったら、うん、うじうじうしついてくるよって言う人じゃないって分かってるっていう、まあ、諦め、まあそうだね。でそういう人を好きになってしまったら自分だからしょうがないじゃん、しょうがないよって、うん、それもなんか腹の中で納得してるっていう感じかなとか、うん、だからその多分ね、だからね、省略の仕方がすごくいびつな感じがするんですよ。ああ、そうシナリオ上ってこと。シナリオ上だから、それはその全体的にわたってそうなんだよね。だから普通そこで例えば、はい、なんだろう、やっぱりその特にその友達の視線の方が正しいわけじゃないですか、はい、正しいこと言ってて普通はそんなことないよっていうような、はい、でそこまで彼女にその突っ込ませる時に、突っ込ませるっていうことは彼にとって普通じゃないことがあったっていうことの前振りなわけですよ、きっと、はい、でもそのことが一切何も説明されずに、でもただ彼がそうなってたけども今回のその施設に手伝うことによって何かを回復していくのか生まれていくのか、だからその余計なことを全部隠してるんだよね。ああそれはでも、ああそうですね、なんか自分はこう省略っていうのをいろいろ考えながらはやったつもりではいます、うん、それもそうですし、一番の省略って言えば、まあ、話がずれるかもしれないですけど、震災の映像を一切使う前ともしましたし、うん、まあそれをすると、まあ、引き算で作っていくっていう意識はありました、うん、そうだね、はい、だからいや俺これがそのね、大塚監督のなんかそのスタイルっていうか、これはすごく、まあ今回こういう形で出たけど、この省略の仕方はしないよね。たけしさんの省略ともちょっと違う感じがしますか。たけしさんの省略は違うね。だからそのたけし、まあ、なんだろう、まあ違うって似てるかもしれないけど、やっぱたけしさんの省略ってやっぱりその、あの人はテレビ出身の中でテレビの説明方な部分っていうのはやっぱり良くないっていうか、でも見ててそのまあ分からなくはないんだよね。でも分からない、あ、なんだろう、 20% ぐらい余計に分からせなくしてる感じがするんだよね。それにしては多分僕の映画って省略が多い割にはセリフが多いんだと思うんですよね。あ、そこがいびつさを感じるのかもしれないなと僕もお話して思いました。そうね、普通たけしさんの今ちょっと比較しても僕も思ったんですけど、たけしさんは省略していってセリフもほとんどカットしていくんですけど、うん、僕はそちらより必要な部分はポン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 省略していった上に、だけど、言葉の量だけはすごく多い、でそこがこう変な感じがする原因かなとは。でもそれもなんか狙いな感じじゃないの。違う、そう、やっぱりそれは説明ここはしなきゃいけないっていう必要性、まあ、ありますよ。そう、セリフに関しては自分はやっぱり変だともちろん思って書いてます、うん、特に今の若いインディーズの人たちは、うん、まあ、こういう言い方はどうかと思いますけど、割と日常生活の中に使うような若者言葉っていうのもおかしいんですか、うん、なんかを対応するのは僕は嫌だなと思って見てたんで、やっぱ映画って空間の中で通用するなんかもう固い言葉っていうのを入れていきたいとは思ってました、うん、そうね、だからね、なんかね、いろんな確信犯が感じるんだよね。だからその彼が最初に帰ってくるじゃないですか、はい、でちょっとお酒飲んでるでしょ、はい、あれ監督の中で大体何時ぐらいですかね。朝8時9時、なるほど。でも引っ越し準備してるって分かってるわけですよ、主人公は、うん、でも本当は帰りたくないんですよ、うん、バイバイをしたくない男なんですよ、さようならを。でもさすがにいかんのもまずいかと思って先に酔っ払って、うん、バイバイをしに帰るっていう意味でしたね。しないよ、俺そこまで、その俺なんだろう、見違いしてたというか、酔っ払って帰ってきて夕方ぐらいかなと思ったのよ最初。あで分かってんでしょみたいなことを言ってて、で
まあ確かにその朝まで飲むことがやめなよってあったけど、あれが朝まで飲んでた人思わなかった。すいません。そう。いや、想像聞いたら全部その納得がいくんだけど、はい、それにしたらすっごい長いあの夕方だなっていう感じがしてて見てたんだよね見ながら。でもその何だろう、まあそれはそれでだからそれも同じような感覚で受け止めてたの。だから監督の中でのリアルっていうのはその通常のリアルじゃないんだっていうか、監督自身が感じてる時間のその幅というか、だからそれはその一般のみんなのに合わせませんよと、自分が感じる時間の長さを表現しますっていうようなふうに俺は捉えてたのよ。特にでもこの映画で、うん、この映画ではそれは強く思いました、うん、あの企画が言ったようにその現実の音楽土地狂ってるっていう映画を撮りたかったんで、あえてこう少し変なことしよう、少し変なことを積み重ねながら、はやりましたね、そういったものを、うん、みたいな。だからあの明日の何時頃帰るのって言った時に昼まで仕事して、ね、その次のそのことの便で帰るって言うじゃないですか、はいはい、それ言う必要別にないですよ ね。でもそれをなんかその言わせるっていうことが、そのなんだろう、何かを期待っていうかねさせる何かなんだよね。なんだろう、こう見た後にいろんな人と話したくなる映画かなと自分的には思ってます。なんかこう見ていい映画だったなと思って帰るんじゃなくて、なんか誰かと話したくなるような映画かなとは個人的には思ってます。ですからSNS 相当で感想を書いていただいたり、なんか、まあ、まあそんなことしなくてもいいんですけど、なんか誰かをお誘いして見に来てお話してくれたら嬉しいなとは思います。今日はありがとうございました。もうこれ本当に監督自身も本当はそう思って、かなりもう挑発的な映画だと思うんですよね。でデビュー作でここまで挑発するっていうのが、あのなんかちょっと常軌逸してるか感じがしててで映画はちゃんと作ってるのに、やっぱりね狂気がすごいなんか蔓延してる映画ですよね。だからその辺を感じ取ってもらえたら、なんかある種のまあある種のカルトって言うとおかしいけど、こんな映画ありえないと思うんですよ。ありえないタイプの映画なんで、やっぱそれはね貴重に、まあ、目撃すべきだなと思いますんで、本当にそれは皆さんなんか感想で書かれた方がいいんじゃないかなって気はしますね。はい、ありがとうございました。最初はこれで考えてたわけですね。そうもう、はい、初行の監督があの被爆三世で、はい、それでその要するにそういう証言をする人が、まあ、いなくなってしまっていく、本当に戦争体験した人がこの世からいなくなってしまった瞬間っていうのは本当に何が起こるのかを、この作品はその直前まではこれは SF なのかなと、パラレルワールドもんなのかなと思った だけど、忘れちゃいけないことがあるでしょうって言ってるおばあさんが、まあ、一応認証なんです。近くのお墓建ててあげたくって、ほらあの子ご家族もみんな亡くなっちゃったじゃない、だから無縁仏になってんだって。墓、うん、何あいつ死んだの。走らせた、後ろからゴーッと音と助けてって声がブリ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 。忘れたくないことを忘れたら静香さんの人生は静香さんのもんじゃなくなりますよ。ギリギリなんだよ、回らないものを無理くり回してんだ。これ私の顔じゃない、幽霊みたい。